大学4年の時の純の、カラオケのサザンカを歌ってる動画を見て歌いたくなって、サザンカを歌ってみた。世界の終わり、サザンカ聴いてください。ドアなし丸ごとカレンダーの印、部屋から聞こえる君の泣き声、逃げることの方が怖いと君は夢を追い続けてきた。努力が報われず不安になって、珍しく僕に当たったりして、ここで諦めたら今までの自分がかわいそうだと君は泣いた。夢を君へ思い出して、つまずいたならいつだって物語の主人公は笑われる方だ。人を笑う方じゃと僕は思うんだよ。誰よりも転んで、誰よりも泣いて、誰よりも君は立ち上がってきた。僕は知ってるよ、誰よりも君が一番輝いてる瞬間を。夢を君へ思い出して、くじけそうならいつだって物語の主人公は笑われる方だ。あ、まあ、ちょっと立ち上がる限り物語は続くんだ。今感想です。今寝ながら枕に頭をやりながら歌ってます。これが私の携帯充電器です。それからよく使ってたイヤホンです。それでは感想が終わりますので、もう少しお楽しみください。嬉しいのに涙が溢れるのは、君が歩んできた道のりを知っているから。夢を追う君へ思い出して、つまずいたならいつだって物語の主人公は笑われる方だ。人を笑う方じゃない、君ならきっと。はい、世界の終わり、サザンカでした。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。